はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は2019年1月の2日、12時18分です。よろしくお願いします。はい、和道です。明けましておめでとう。はい、こんにちは。お茶箱ありがとう。コンティニューコイン、よろしくお願いします。お茶箱ありがとう。わあ、お茶箱50ありがとう。なんで今投げられんの？ボン。お茶箱50って今投げられないんじゃないの？ありがとう、ボン。お茶箱50って残り3分で投げられるんじゃなかったの？セコの楽しみにしてる。盛り上げるよ。よろしくね。なんで今投げられんの？もう。コンティニューコインありがとう。みんなよろしく。コンティニューコイン50目安で。50ストックでお願いします。年始は投げられるんだ。へえ。粋だね。映像と音声問題ないですか？あ、三が日限定なんだ。すごいね。開幕お茶爆っていうのがあるんだ。余裕。みやびぶっ飛ばすから。余裕。映像問題ない。プツプツしてない。ありがとう、コンティニーコインありがとう。ボッコボコにしてやるから、ボッコボコに。あのサブ中を。みんなコンティニューコインありがとお茶爆サンキュー。明けおめ。今年もよろしく。ゴキブリホイホイいいね。ゴキブリホイホイいいね。あれダサいよね。外堀埋めるとかね。格闘技、喧嘩も一人でできないのかよ。クソだせ。カズーンさんとカイホに電話したところ胸クソ悪い。いや、だからチキンなんでしょ？喧嘩も一人でできないクソみたいな男なんでしょ？あ、ダッサいよね。メガネないのが好き。見えないんだよね、コメントが。コメントが見えないんだ。コンティニューコインありがとう。
まあ、ビビってる証拠でしょ。なんか人間性がどうのこうの言ってて、お前が言うなと思った。人間性がどうのこうのとか、喧嘩に関係ねえから、喧嘩に関係ないからどっちが強えかぶん殴り合うだけだから、すごいシンプルだよ。膝蹴りかましてやれ。ボクシングルールですね反則負けでいいんすか反則負けでいいんすか。お茶バカありがとう。ドレさんだね。余裕でドレさん。俺だからドレさんに新年の挨拶、今年1年黒光り、黒く光り輝きますようにってドレさんに送ったよ。怪我しないように、怪我しない、怪我しない方法は1個だけあるよ。リングに上がらないっていうね。絶対怪我しないから、怪我をさせる競技だからね。今年もよろしくっす。どうも、練習一切しない今回。余裕、練習なんかいらないから。みやび倒すのに練習とかクソダサいじゃん。一切やりません練習は。今回の捨て頃ノー練習でいきます。あ、本当にありがとう、教えてくれて、ありがとう。花火ありがとう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくです。ありがとうございます。15号さんありがとう。膝で余裕。俺の入場曲はまあお楽しみですね。お楽しみですね。もう発表しちゃっていいんだったら発表するけど、仮面ライダーブラック RX を光のオーロラ身にまといて仮面ライダーでノー練習でいきますね。はい、スパッとぶん殴ってスパッと終わりにします。のりこの鼻歌面白いじゃんのんちゃんの鼻歌は面白いねすごい悲しい気持ちになるんでしょ。それ採用したかったらもっと早く教えてよ、そういういいアイディアを。めちゃめちゃ面白いじゃんそれ。あ、よっさんが好きなんだ。同世代だからね、よっさんとね。Wake up the hero 燃え上がれあれはめちゃめちゃかっこいいぞ、あの曲は。拳で語れはケンちゃんの曲でしょ。ああ、そうだ、昨日よっさんから電話かかってきてたんだけど寝てたよ。寝てた。夜中にかかってくるからな。そうそう、昨日よっさんから電話かかってきてたわ。なん、まあ用件ないでしょ、いつもの通りのあれでしょ、酔っ払って電話かけるような流れでしょ。わかんない、みやびさんとし気分上がる。あれは俺の大好きなスーパーヒーロー仮面ライダーブラックだよ。最後だからね、好きな曲かけようと思って。いや、みやびさん嫌われてるよ、本当にめちゃくちゃ嫌われてるよ。だからもうマジでぶっ飛ばしてくれっていう声多いもん。こうちゃんか。和人こうちゃんか。あー、シャブ打ってくんのかな。
いや、大嫌いな人多いよ。いや、マジで嫌よとかですごいよ。いや、もうなんならリングで殺してくれって言われてるもん。本当に。マジで嫌いな人多いから。いや、殴りがいがあるよね。いや、捨て頃はドーピングありだから。シャブでも MDMA でもコカインでも何でもありだから。何でもあり。公式に何でもありだから。違法薬物は自己責任だから。自己責任。打ってくるだろうね。ジャックハンマーで、ジャックハンマー。出ることがおかしいって何？負けた方が出場するのがおかしいってこと？試合もし出なかったらリザーバー直樹兄さんだから、直樹兄さん再戦だね。どれさんが出しゃばるのかな。 それはそれで面白いじゃん、ちょっと。どれさんが出しゃばるのはちょっと面白くない？今、ドレさん閲覧が減ってて焦ってるからね。ネタが欲しいんだよ、ネタが。あ、そうなんだ。へえ。いや、本当に多いよね。雅マジでぶっ殺してほしいって。あ、雅が出ること。まあ、俺も連敗してるからな。いいよ、18号さん、俺がボコしてくるよ。任せて、ボッコボコにしてくるから。えい、花火ありがとう。1号さんから花火いただきました。あざーす。マジで嫌いな人多いんだね。期待が、今までにテルチャンピンとかさ、直樹兄さんとか囲われ系だったから、潰せとか言われなかったもん。勝ってねーとか柔らかい感じだったけど、今回はマジで、みやび殺せって言われてるからね。殺せって言われてる。ちょっと、キツネだからってさ、カソナムヌシ、自演コメントやめて。自演コメントやめて。和人こうちゃんがボクシングやってたとか、マンキツオとか誰も興味ないから、うちの枠で。自演コメントやめて、恥ずかしいから。和人こうちゃんが空手やってたって本人しか知らない情報でしょ。 空手とボクシングやってたってね、ちょっと誰も知らない情報、個人情報だから。個人情報なんでこんな嫌われてんだろう。すごいね。いや、自演でしょ、完全に。和人こうちゃんがボクシングと空手やってたって、だってリスナーが知ってるわけないじゃん。完全な自演コメントでしょ、マンキツオとか。OK、 任せて。バッチバチにぶん殴り合ってくるから。はい、わざつ。マンキツを、なんか会ったことあるらしいんだけど、顔覚えてないんだよね、俺。なんか、いや、辰彦の練習会で僕いましたよって言われたんだけど、正直印象がゼロなんだよね。なんか、カソナマヌシ特有のオーラで、オーラがない。一般人のオーラを身にまとってる。一般人のオーラを。だから、記憶に残らない。あれ、いたっけ？みたいな。全然覚えてない。いたんだと思って。もう恥ずかしいよ、満喫を。なんか、この前コラボ配信で喋ってみたんだけど、いや、くっそ面白くなかったね。びっくりするぐらい滑ってた。
滑ってて面白くない上に相手の話かぶせる、なんかマイクのボリュームがでかいとか、もうすれ違っても絶対わからないレベルだよ本当に。もう自信あるもん。いたの？いたのっていうか誰みたいな。どうやって勝とうかな。どういう KO がいい。どういう姿が見たい。みやびのどういうとこ、どういう負け方が見たい。どういう負け方が。リクエストしてね。今回味方多いね。今回結構期待大なんだよね。うん、ありがたいことに。一発 KO、 辰彦スタイル。一発 KO。 開幕直後の一発 KO めちゃめちゃかっこいいよね。回し蹴り、ボクシングルールなのに。ボクシングルールだっつってんの。泣き顔が見たい。ゴルゴダのおっかは歩かせんだ。いいね。あ、アマギフト届きましたよ。ギフト届いた。忘れてた。ギフト開封する？ギフト来てるよ。アマゾン。開封する？いや、さすがに負けないでしょ。あんなヘタレに。ステゴロ6月だよね。ステゴロ3は。ステゴロ3、6月。負けた方が全敗だね。つまり、最弱王決定戦だよ。最弱王決定戦。最弱王決定戦です。どっちが本当に弱いのかっていうの。まあ負けたら一生のはずでしょう。ただね、俺はね、みやびさんになぜ脳練習で勝ちたいのかっていう本当の理由を教えてあげようか。本当の理由。本当の理由を知りたい。いや、本当の敵はみやびさんじゃないんだよ。本当の敵は。この前和道にギフトのコーヒー頼んだ、自分の家に届いた。嘘でしょ。俺にプレゼント送ってくれたら何、自分の家にコーヒー届いたの。めちゃめちゃショックなんだけど。直樹兄さんテルよりも絶対弱いでしょ。直樹兄さんだって、ね、体重も身長も上だったもん。真の敵はそう、どれの深夜食堂。ドレさんは捨て頃1でなんか最強キャラクターになったわけじゃん。だけど実はこんなクソ弱いやつにね、こんな雑魚に勝って生きがってただけなんだっていうのをドレリスナーに見せつけて、こうドヤるっていう。え、お前和道、あの超弱い和道が勝った相手に、あの勝ってあんだけ最強キャラクター語ってたのっていう。そう、俺がだから脳練習でみやびさんを倒すことによってドレさんの株を落とすことができるんだよ。それいい作戦でしょ。だから今回練習しない、うん、余裕のよっちゃんでボコしてドレさんの株を下げる。そう、 OK。 だから2人の敵がいる、みやびさんとドレさん。うん、狙ってカウンターは結構高度だね。俺はね、カウンターパンチャーではないから、カウンター下手。あ、うまかったでしょ、いちごさん、あのコーヒー。これでしょ、これうまいよね。
ドレさんの居場所がなくなるから、もう格闘技最強キャラクターじゃなくなるっていう。だからなんか最近ね、ドレさん自爆でね、なんかね、必死に焦り始めたのかね、雅は強えみたいな なんか雅君は決して弱くないっていうティーアップを始めたんだよね 今まで2年間そんなことなかったのに、いや雅はなかなか強いんだっていう、そのフォローを始めたんだよ。ドレさんが温まってきたんだよ その嘘を俺が暴くんだよ そう あれって。だってさ、みんなの中で和道はそんなに強くない、むしろ弱いっていう認識があるわけじゃん。それは別に構わないの。そうだけど、えって、和道が勝てる相手に勝ってどうやってたのっていうのは最高にシュールじゃん。あ、チーズオムレットうまいよね、あれ。北海道のリスナーさんからのプレゼント、竹ちくわもすげえうまいよ。竹ちくわはやばいね。あ、ロープ登って、うわーって言ってたね。いろんなものを背負って今回リングに上がるからね。頑張る。1試合目だね。1試合目だね。オープニングアクト。1試合目。もう体ガッチガチに温めておかないと。体ガッチガチに温めて。トップギアでいきなりぶっ飛ばしていこう。ドレファンはどっちを応援したらいい？だから、みやびさんが勝ったら、あ、ドレさん、ね、まあそこそこ。そんなに弱くない人とやったんだねってなるじゃん。明けましておめでとうございます。頑張るよ。調子に乗るだろうね。絶対させないよ。絶対調子乗るの目に見えてるもんね。なんなら2年ぐらい擦りそうだもんね。いや、練習なしでいくから今回。もうタバコもなんならガンガン吸って、酒も始めようかなと思ってるもんね。和道買った方がどれ美味しい？なんで？なんで？まあ負けらんないでしょ。だってもう最弱のレッテル貼られるんだよ。最弱のレッテルを。体力作りなんかいらない。だってもう超恥ずかしいじゃん、ツイート見せてあげようか。もう爆笑、ここにいるみんなが爆笑するレベルのツイート見せてあげようか。もう本当俺腹抱えて笑ったんだけど、見たい？ツイート、爆笑ツイート見たい？爆笑ツイート、もう超笑うよ。見る？ OK、 ちょっと待って、キャプるから行くよ。いや、みんな腹抱えるよ本当に。これ見て、みやびくんツイッターね、走り込み1日目、まずは2キロって言って、2キロでこの顔だよ。小学生か、笑うでしょ。2キロ走ってこんなゴリラみたいな顔になってんだよ。バカだろこいつ、バカだろマジで。いや、もう笑うでしょ。2キロ走り込んだってバカだろこいつ。2キロ走ってこんな顔になってて、どうやってツイートだよ。はず、余裕だわ。バカすぎるだろこんなの。
いや、マジで俺、今年1位、初笑い、もろ、ねえ、2キロだよ、2キロ。お前、10分ぐらいで終わるぜ。え、2キロ10分じゃねえか、もっと早いよね。2キロってどれくらいで走れる？ 2 キロしか走ってないで、なんでどうやれるんだよっていう。すげえよな。もう笑っちゃったもん、本当に。俺、5キロ走ってたわ。毎朝5キロ走って2時間トレーニングやってたわ。いいね、ありがとう。俺今回練習しないからもう。こんな2キロ走ってどうやってるやつに練習なんかいらねえから。2キロ走ったらしんどいってもうマジで言ってんの、それ。そうだよ。俺が勝ったらドレさんとみやびさんの50代の恥ずかしいじゃれ合いだったっていうことに気づくんだ。俺は負けたら恥ずかしいよね。今時女の子でも2キロとか余裕で走れるからね。いや、俺が負けるわけないじゃん。今回はさすがに、みんな俺の勝ちだって言ってるよ。いや、もうこれ100%でしょっていう。今回はさすがに技術的にも体格的にも全部俺がもう勝ちだって言ってるよ。さすがに、もう、なんつうの、かます犬にも程があるでしょっていう。むしろ便所さんのサービスだよ。便所さんのサービスマッチメイクでしょ、これ。和道に勝たせてあげたいっていう。今まで強敵とやってたからね。あ、目をつけた女に格好つける。まあ、女離れてくじゃん、だから。あの顔していいのはね、お茶バカありがとう。そう、あの顔をしていいのは、もう本当に何ラウンドもね、スパーリングやって、ハードトレーニングした時だけだよね。2キロ走った時の顔ではないよね。いや、余裕、余裕。練習しない、今回。余裕です。はい。判定なんかいかねえよ。余裕だよ、余裕。チューチュースタンプありがとう。余裕の KO、 余裕の KO っすね。余裕の KO。 コンティニューコインありがとう。いや、結構ね、今回捨て頃決まったから応援メッセージたくさん来てるよ。みやびはマジで腹立つから、マジで頼むよ、つって。
はい、ワードツー、いらっしゃい。こんにちは。ダサいよね。いや、だからいいんじゃん、6号さん。今までは相手が奴隷、軍曹だから相手が悪かったっていう言い訳ができたわけじゃん。今回俺なわけじゃん。そう思わない、6号さん。これで負けたらどうなのよって話になるじゃん。だから確かにドレさん強い。軍曹強いじゃん。でも、俺に負けたら、歯が立たないでしょ。2までやってる。うん。明けましておめでとうございます。いい一年にしましょう。ステゴロファイターありがとう。うん。調子乗ってないよ。調子乗ってないよ。全然調子乗ってないよ。うん。そう、だから面白いんだよ。俺今73キロだけど65まで絞るね。80キロあんの？太りすぎでしょ。太りすぎでしょ。うん。俺は絞るよ。65ぐらいでいこうかな。63とか。ありがとう。明けましておめでとうございます。いい一年にしましょういや、結局ね、捨て頃決まった瞬間にね、カズさんとか海宝に電話してる時点でクッソ恥ずかしいかんね。そう思わない？ドレさんとかに電話して。ありがとう！57号さんありがとう。余裕だよね。いや、今回美味しいマッチメイクだなと思ったもん。いいんすかって。勝たせてもらってもいいんすかって。あざーすって。メダル確定だからね。いやー、あの電話引くよね。なんか自分が弱いですって言ってんのと一緒だからね。自分ヘタレです、勘弁してください状態じゃん。ドレさんとワード、ああ、それは逃げるかな、俺。こんにちは。いいんじゃない？頭おかしいつうか、すげえなんか恥ずかしいやつだと思ってて、いい年こいて。まず、そのいい年こいて、あの年で配信始めるっていうのが、まず最高にダサいと思ってんの。しかも結果が出てないってダサくない？で、結果出してんならいいよ。ドレさんみたく。年齢がいってて。あの年で、なんか、ガキ相手に、ツイキャスのガキ相手にどやってたりとか、なんか女の前でカッコつけてたりするのがクソダセえと思ってて。そう思わない？やることねえのかよみたいな。結果出してから語れよっていうね。まあ女のケツ追っかけてんのに67いないよ。
自分で自分がモテませんって言ってんのと一緒なんだから。レンタカーの会社で見栄を張るっていうね。はい、わだつ。みやびさんって何歳なんですか？知らない。いい年でしょう。もう40いくつ？いくつだっけ、わかんねえな。50だ。いや、ガチなの痛いでしょ、あれ。まあ、なんかね、典型的だよな。典型的な、見え張りの典型的だよ、あれ。49。カラコンつけてんのはシャベやってるからでしょ。色を黒くしてんのは注射痕バレないように。カラコンつけてるのは、目が開いてるの見破られないように。そう、シャブ打ってるからカラコンつけて日焼けで注射痕消してんの、うん、そうそうそう。ありがとう。おお、大吉、ありがとうございます。大吉ありがとう。やっと出たよ大吉。大吉やっと出たよ。みんな10倍ありがとう。いいね、あざーす。沖縄で尿検査やってたんだ。はいよ。今回は俺に乗っかっていいんじゃん、うん、いや、これ値段はね10倍にならないらしい。あの、入ってくるのは金額は一緒、マンスリーポイントが上がるって感じだ、うん、マンスリーポイントが上がる。雑魚みやび、あー、ありがとうありがとう。いや、余裕だよ、余裕で勝てるよ。 T シャツのデザインまだ考えてないね。みやび二度と男を語らすな。だって恥ずかしくない？ニートに負けるんだよ。オタクのニートの、あの、中年デブに負けるんだよ。もうね、女来ないでしょ。俺に負けたら多分女二度と響かないと思うよ。いや、さすがにないっすよ、みやびさんみたいになるでしょ。超美味しいよ。いや、和道に負けたのはないでしょ。まあ、軍曹とドレさんはまだわかると。ただ、和道に負けて、で、格闘技やってるアピはもう無理だろ、うん、入場券はもう決めた、もう決めて提出した。もう期限、2日前に終わってる。いや、練習なんかいらないよ。
映画やってる人に負けたのって言われちゃう。まあ面白いよね。いやだから肌黒くてカラコンなのはシャブやってるからね。瞳孔が開いてるの見られないためと、注射痕隠すためだから。ヘイト溜まってんな。本当に嫌いなんだね。嫌よコメントですげえ問い合わせ来るもん。絶対負けないでって。絶対負けないでねって。映画もボクシングも楽しみ。ああ、ありがとう。いや、俺メガネかけたくてかけてるわけじゃないよ。本当は外したいんだから見えないんだよ。シャブ食ってんの？だって自分で言ってるじゃん。自分で言ってるよ。シャブやってたよって。自白で言ってる。俺は、第1回目がテルチャンピンで、第2回が直樹兄さんだね。映画お金かかるでしょう。かかりますよ、映画は。かかります、かかります。まあ、前科持ちなのは俺も一緒だからね。前科持ちなのは俺は何も言えない。ああ、おめでとう。今年もよろしくね。いい年にしようね。最高の一年にしよう。KO、いいよ。YouTube でボクシング見ました。ああ、ありがとう、ありがとう。勝ったらファンタ10発。何？ファンタ10発確定じゃん。71号さん、頼むね、じゃあ。頼むね。相手は誰？対戦相手、みやび。今回の対戦相手はみやびだね。試合はね、6月の、23かな？ 6 月の23。第1試合ですね。オープニングアクト。勝ったらお茶爆300、マジで？マジで？お茶爆 300？ OK。勝ったら1万円あげる。OK。ありがとう。楽しみにしてるわ。体格は身長がみやびさんが少し低いぐらい。そんなに変わらない。2、3センチぐらいだと思う、多分。で、体重が相手が80だっけ？で、俺が今73キロだから、もう本当に、もう同体型だと思っていいよ。だから面白いんじゃん。弱いやつと弱いやつがやるから面白いんじゃん。でしょ？ 71 号さん。でしょ？弱いやつと弱いやつがやるから面白いんじゃん。そこよ。いや、本当に本当に、本当に嫌われてんの。マジで DM とか LINE とか、いや、サイレントコメントとかで、マジで嫌いだから、マジで絶対負けないでっていう。もう本当に嫌いなんだっていう問い合わせ。もう、なんなら殺してくれみたいな感じだもん。本当に。そうそう、捨て頃は3で終わり。だから今回ファイナル、捨て頃。だから俺も格闘技はもう今回で終わり。
もう本当に最後。もう出る機会がない。だから人生最後の喧嘩ですよ。ぶん殴り合い。OKOK、ありがとう。71号さん、ありがとう。今回だって今までなかったもん。テルを殺せとか、直樹兄さん殺せとかコメントなかったの。本当にみんな、うっぷん溜まってるらしい。うん。いや、マジでうっぷん溜まってるよ。OKOK、62号さん、ありがとう。マジでね、ヘイトがすごい。本当に。ガチで嫌われてる。ガチで、マジでフルボッコにしてくれって言われてるもん。覚醒剤疑惑じゃなくて昔やってたっていう、もう本人がペラってるね。昔やってた。いや面白くなるよ。こんなに和道が素敵に見えたことない。いやマジで本当にプラーっと行ってプラーっとボコしてプラーっと帰ってこようと思ってるもんもう余裕感出して普通にもうこのまんま行こうかなと思ってんの。このまんま行ってベルト外してそのまんまグローブつけてバチーンってで終わりみたいな、それでいいかなとか思って、いやマジで嫌われてんの。だって俺も嫌われてんじゃん。で俺に嫌われ者の俺にマジで頼むよっていうぐらいだもん。相当本気で嫌われてるんだよ。本気でちょっとそう汗流してちょっとおっさんぼこしてそうでまあちょっと帰ろうかなっていう。あとはまあ他の試合楽しんで帰ろうかなみたいな。リスナーさんとうまい飯食ってね、いやマジで練習しないっすね、ノー練習今回マジでノー練習だから。だからあの練習会の企画とか全部断ってる。みやびくんの応援断って和道さんのことを応援できるようになりました、よろしくお願いします。ああ全然いいよ、うん、お前が今回の捨て頃で狙っていることは辰彦に見透かされてるよ、よくわかんないな、何なんだろうドラム試練でもいい。あ、そう、ドラム試練知ってるってことは、あの、本当に知ってる人だね。はい、こんにちは。花山薫スタイルで行こうと思ってるから。花、メイウェザーかよ。いや、花山薫スタイルの。あいでほら、薬物やってるから、ジャックハンマーだから。いや、マジで楽しみだな。まさかね、今回追い風の試合になるとは思わなかったかな。こんなに応援されるとは思わなかったよ。なんでだよ、接待なんかしねえよ。だから俺がとどめ刺してやるよ。62号引退すんだろ、向いてねえんだから。俺にぶん殴られて芋引いて逃げりゃいいじゃん。もう配信向いてませんでした、自分ヘタレですって。結果が出ねえんだからやめろよ。不動産屋でも何でもやれやいいじゃん。いや引退すりゃいいじゃん、誰も望んでねえんだから。俺がぶっ飛ばして引導渡してやるよ。じゃあなあ、じゃあ、みやびに言っとけよ。お前負けたら、もう、和道に負けるぐらいなの。才能ねえんだから、配信もやめちまえって。うん。うん。なあ。俺がぶっ飛ばして、それで終わりでいいじゃん。リングの上で這いつくばってさ、いい終わり方じゃん。そう思わない？いい終わり方だよ。自分才能ありませんでした。ごめんなさいって。ねえ。
いやだからこういうことでしょ。最後ぐらい勝ちたいから和道とやらせてって泣きついたんでしょ、便所さんに。俺誰でもいいよって言ったから。俺便所さんにボクシングルールだったら誰でも全然構わないよって。そういうことでしょ。コンティニューコインありがとう。和道とやらせろって懇願したんじゃないの。ダッセーな、本当に。ダッセーな。負けないよ。余裕だよ。余裕。負けるわけないじゃん、俺が。コンディーコインありがとう。お前さ、負けたら引退なじゃねえよ。なあ。聞けよ、ちゃんと。お前、元旦のツイート見たの？元旦のツイート、みやびの。見せてやるよ、元旦のツイート。もう一回見せてやるよ、元旦のツイートよ。分かってねえな、本当に。このレベルだよ。ねえ。この顔写真とともに、なんて書いてあるのか？走り込み1日目、まずは2キロだけど、久しぶりでしんどいけど気持ちいいって、2キロ走ってこの顔だよ？ ねえ。さすがにこれは失笑レベルでしょ？2キロ走ってこの顔になるんだよ。練習やってますアピだよ、もう早速。もうちょっと勘弁してくれよ、本当に。腹痛いよ、本当に。なんだよ、2キロって。はい、お疲れ、ワド2。いや、バカでしょ、本当に。恥さらしてもいいとこだよ、本当に。朝からちゃんとしてて、お前がちゃんとしろよって感じだよね。本当だよね。お茶ありがとう。お散歩だよ、お散歩。2キロ。2キロしか走らないでプロテイン飲むとか。もうプロテイン飲んどけよ、本当にな。エンジのマラソン大会の練習。大会本番ですらないっていう。初詣かなっつって。すごい6月。ラビットパンチ。俺は練習なんかしないよ。だから走ってればいいじゃん、毎日2キロ。余裕でやってやるよ。まあ、あの顔はできないよ。2キロ走ってあの顔はできないよ。かっこいいよな。ガウンなんか作らねえよ。リスナーさんに負担させたくないもん。みやびぶっ飛ばすのにガウンなんか必要ないでしょ。バカかよって言われるよ。ほんなら普段着でいいよ。この500円の T シャツでいいよ、俺。こんな50過ぎのおっさんぶっ飛ばすのになんで1万円払わなきゃいけないんだよ。いいよ、いいよ。いらないよ。この普段着で行ってそのままバチーンってぶっ飛ばして。終わりだよ、そんなもん。作らねえよ。ガウンでも何でも着せとけいいじゃん、あんなの。
バスローブ着てくか。それ面白いね。ニトリのバスローブでいいよな、こっちはな。3000円のバスローブでな。それいいね。バスローブ着てくか。それいいアイディアだな。カマセイヌ、カマセイヌにも程があるだろう、本当に。風呂上がり。いや、じゃあ、本音だもん。本音。いや、俺、ちょいちょいうざかったんだよね、本音言うと。なんか、配信中に電話かけてさ、どかそのくせしてさ、閲覧2桁でよく電話かけてこれるなと思って。しかも、面白くないでしょ。ただの配信妨害だからね、あれ。俺からしたら、なんか別に配信者だと思ってないし。普段着の上にバスローブ。普段着のトランクスパンツ。笑っちゃうよな、本当に。そう、最近どうすか、和田さん。最近どうすか、ドルさん。最近どうすか、最近どうすか。ネタがねえなら電話かけてくんなよな。三流。偏差値37。トークレベル偏差値37だね。いやー、あのバカずっといじり続けるよ。50過ぎた痛いおっさんいじり続けるよ。金かけて強くなれるんだったら金いくらでもかけりゃいいじゃん。なあ、金かけて強くなんだったら別にいくらでも金かけりゃいい。あ、ありがとう、百王さん。お茶バカありがとう。お茶バカありがとう。デンプシーロール使わない。ネットヤクザ。ヤクザでも何でもないでしょ。チンピラじゃん、あの。これ寝るとき外すよ。え、大阪行って閲覧130しか集まんないの？え？俺ここで何でもなくて普段着で普段通りの配信で閲覧130集まるんだけど。え？大阪に行かないと俺と同じレベルになれない閲覧なの？寒いな。大阪行って何？遠征してその閲覧かよ。すげえな。格下にも程があるだろう。まあ面白くないもんね。うわー、お茶爆50ありがとう。ありがとうございます。いや、だからお友達作りに来てるんでしょ、配信に。配信にお友達ごっこでしょ？お友達作りたいって。リアルで相手にされないから、50過ぎても。ね。おお、星3じゃん。同時配信だね、普段。去年の末あたりから同時配信だね。いや、俺からするとすげえ助かるんだけど、あのただでさえ荒れるのに、あの雅嫌いな人たちが集まってくれてるおかげで、
すごいやりやすいよ。あ、俺は全部アカウント、ワド監督でやってるよ。全部のアカウント、ワド監督で統一してる。いや、キラコメなんて何年ぶりだよ、本当に。うん、はい、コンティニーコインありがとう。ありがとうねお前メイウェザー状態こんなに囲われるコメントが来たことあるだろうか。お前はメイウェザー状態だよっていうすごいお褒めの言葉いただいてるからね、うん、いやーなんかね、便所さんに気使わせちゃって悪いよね、うん、いやさすがに負けないでしょ。いやさすがに負けないでしょ、あんなテレフォン、うん、あんなテレフォン当たらないよ。寝配信はいいの？え、寝配信やってないよ俺。いや寝てないっつうの、座ってるんだっつうの。コンティニューコインありがとう。オッケーオッケーオッケー、あざーす。うん、おー茶バクありがとう。いや勘弁してくれ、笑顔で抱擁なんかしねえよ、うん、お金持ちなの？え、なんか俺初めて会った時のみやびさんのモノマネやっていい？金映えさんとかと歩いてる時の、初めてみやびさんと会った時のモノマネやっていいっすか？はい、じゃあ、みやびさんと初めて会った時のモノマネやります。あ、どうも、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。あ、すいません、電話です。1000万？ 1000 万の案件？うん、うん。ああ、じゃあそれやっといて、1000万の案件ね。うんうんうん。あ、2億の案件もあんの？2億？あ、余裕余裕。じゃあ、3日後に、うん、用意するから。いやー、仕事ですいません。こんな50歳、今時いる？これマジでやられたかんね、俺。これマジでやられたんだよ。スマートフォンの画面、ずっとこんなんだったから。真っ黒だよ。俺マジか、こんなの今時いるんかと思ったもん。いやマジだから、これマジでやられたから。いや引いたもん、ネズミ講かよ。いやこれマジでやられたかんね。いやこれリスナーの前でもリア凸の時とかもやってんだよこれ、普段から癖になってんだよ、癖に。いや恥ずかしいと思ったもん。うん、そんなバカな話あるかよって。いや俺が言いたいよそれああ、エア電話だよ、エア電話、みんなに聞こえるように。俺と金林さん目合わせて苦笑いだよ本当に、うん、まあね、レンタカーの会社で行きがっちゃうぐらいだもんね、うん、はい、ワドツ、うん、いやだからもうね、今回はね、なんか捨て頃っていうよりも必殺仕事人みたいなノリだから。え、知らないの？みやびさんが乗ってる会社レンタカー知らないの？え、知らないの？ベンツレンタカーだよ、すべてが虚像だから、すべてが。え、これ結構有名だよね、レンタカーみやび。
2億の案件電話超有名だよね超有名。レンタルスーツレンタルシューズ、レンタカー、2億の案件で、リスナーから日焼け台をこじって生活してんだよ、裏で裏で、クラッカーありがとう。2億の案件いや、不動産屋でしょ？不動産屋でアルバイトやってんじゃないの？ねえ。センチュリー21とかのアルバイトやってんじゃないの？配信で飯食えないから。立派な不動産屋だと思うよ。うん、なんかでバイトやってんでしょ？ねえ。ねえ、不動産屋でしょ？立派な不動産屋だよ。俺は全然いいと思うよ、不動産業名乗っても。配信で飯食えないから大変なんだろうね。ねえ、みやびくん、50万も稼いでるわけねえだろ、あんなのが。いいじゃん、入場曲長ければ長いほど面白いじゃん。そう思わない？入場曲しか見せられるところがないんだから。そうだろ？試合始まったらすぐ負けてんだもん。全部の試合そうじゃん。お辞儀しに行くんだから、リングの上で、リングの上でね、這いつくばりに行くんだから。入場曲ぐらいゆっくりやらせてあげようよ。俺はやらせてあげるつもりだよ。俺はスーって入ってくけどね。短め短め。サビの前にもうリングに上がってるけど、いいじゃん。やらせてあげようよ。ねえ。腕時計ローンっていいよね。腕時計ローンってよくない？腕時計ローンで買う？はっついよな。つい一括だよね。腕時計にローンとかかけねえよ。
いくらのかは知らないけど。やっぱりだよな。普通は一括だよね。はい、こんにちは。新年セール開催中っつっていやだから自分に自信のないやつほどそうなんだよ。自分に自信のないやつほど時計だの車だの、要はで電話営業をかけたり、よろしくねよろしくねって、わかる？わかる？だから俺はもう T シャツでプラーっといって、練習せずにプラーっといってバチンってぶん殴って終わりだよ。見え張らなくていいんだから。俺相手誰でもいいって常に言ってる。俺は相手は誰でもいいよって言ってる。まあ、宮城さんはあれじゃないの、便所さんに懇願したんじゃないの、一番弱いやつで一番弱いやつで、もう今回勝ちたいから一番弱いやつでって。便所さん頭抱えたと思うよ。うわーって、うわーって、和道しかいないなーって、一番弱いやつお前なんだけどなーって、ワンチャンあるの和道かなーって。いやいや、宅建免許取扱い主任とかじゃないから、センチュリー21でお茶組やってんだから、もうやめろよ、アルバイトだから。大丈夫大丈夫、受付のあの入力作業だから、入力作業、50歳でカチャ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 って、そう、書類の入力してるだけだから、うん、言わせてあげない、不動産業だから、うん、お茶組ゴリラだよペッパーくんより安いんだよアルバイト700円だから、うん、アルバイト時給700円だからペッパーくんよりはいいかってペッパーくんより使えるなって、そう、そういう判断だから、うん、免許持ってるし、カラコンでヒサロ行ってる50歳の親父がセンチュリー21でジム補助とが嫌だ若い上司ね、気使うよね、部下が年下嫌だな。セコンドはあのチャンプだから東洋太平洋2冠取ってるから、ワンパンなんてないよ返り討ちにされるわ本当に
いや、俺みやびの枠とか見ないもん、クソつまんねえから。一切見ないから、一切見ない。なんでかわかる？つまんねえから。見とけば見りゃいいじゃん。これが真実だよ。見てるらしいよ。監視してるらしいよ。そんなこと暇、そんな暇あるんだったら練習してこいよ、本当に。なあ。俺、ヒサロとか行かないよ、恥ずかしい。プロらしいよじゃないよ、セコンド。前回俺のセコンドやってくれたカズーンさんだよ。プロじゃないよ、東洋太平洋2冠だよ。よっぽど怖いと見える。いやー、どういう言い訳が聞けるんだろうね。まあね、俺は見ないけど、みやびのクソつまんねえ枠とか、セコンドなんかいらねえよ。お前50過ぎのおっさん殴りに行くのにセコンドとかいらねえから。恥ずかしいよ。頼めないよ。頼める相手がいないよ。50過ぎのおっさんぶん殴るのに、ちょっと後ろについてくださいって。頼めるわけないじゃん、恥ずかしい。手ぶらで行くよ、バカ。いないよ。いらないよ、セコンドなんか。水なんか飲まねえよ。はい、頑張れよ。いらない、いらない。ノーセコンドでいきます。ノーセコンドで。メイウェザーのこと語ってほしい。いや、ああなるのは普通だよ、ねえ。ロハコさんいたら面白かったのにね、プラッと行ってプラッとぶん殴ってプラッと帰るんだよ。ノーセコンドです。ノーセコンド。惜しい人を亡くしたね。バドティー、あ、いや、どうだろうね。作ろうか。お茶爆ありがとう。サンキュー。バドティー作る？ T シャツ。今回も。需要があったら作ろうか。映画順調順調。いい感じだよ。映画いい感じ。そうだね、最近キツネ枠とツイキャスの同時配信が多いね。あ、そうなんだ。捨て頃最後だしね。俺は今回集客はしないかな。映画の支援金募ってる。キートスで募ってるよ。仮面ライダー T シャツ着ていく。
赤髪じゃない黒髪今いろいろあんだよ。アドティ作るなら買う。ああありがとうありがとう。俺33で今年4。今年34の年だね。はいこんにちは。そう、みやびぼこす。みやびをぶん殴りに行くの。定期、みやびクソ貧乏やから妹の家に居候中。不動産事務補助兼物件案内。車はレンタカーのベンツ。時計はローン支払い中。整形と日焼けサロンが趣味。特技は猫パンチ。定期ありがとう。定期ありがとう。余裕余裕。そうそう、前座オープニングアクト。定期ありがとうね。お茶ありがとう。いや71号いい情報だね。すごくいい定期だね。まとまってて。お茶爆ありがとう。みやびぼこすって。余裕だよ。余裕だよ。いやいや、定期、真実しか書かれてないじゃん。真実しか書かれてない。あ、まあ、角度ね。角度ね、まあ見た目変わる。配信はごまかせるからね。真正面だけとか、自分が、こう、イケメンとか、美女の角度っていうか、俺は別に顔で売ってないから、どの角度でも構わない。サクッとっつうか、プラットだから、1万5千円もらいに行こうかなっていう。おっさんぼこして1万5千円もらって帰る。そしてこれはツイキャスだね。ツイキャス。でもすごいんだよ。ステゴロ1はトータル閲覧30万人、リアルタイム閲覧が2万9000かな。同時閲覧2万9000。で、当時の、ツイキャスの、閲覧数3位かな。歴代3位まで食い込んだから。まあ、素人のぶん殴り合いで30万人の視聴っていうのは結構すごいよね。体今ブヨブヨだよ。見る？あ、そっか。ダメだよ。バンになるよ。乳首バンだから。危ねえ危ねえ、今。体見せてあげようと思ったけど、ツイキャスはバンになるから。危ねえ。まあ、見え張りの典型だよな。見え張りの典型。まあ、俺にボコられた後、こんな顔になるんでしょ。うん、こんな顔になるのが予想つくよね。うん、だって、2キロ走ってこんなんだから。うん、2キロ走ってしんどい、気持ちいいっつってんだから、余裕だよ。トレーニングお疲れ様です。キャスは男の乳首もダメだね。お茶ありがとう。お茶バカありがとう。
2キロ走ってプロテイン飲む男だからね。2キロ走ってランニングしてお前。幼稚園児のお前、遊園会じゃねえんだからお前、お散歩だろ。もう一回顔見せて。いやだから2キロ走ってこの顔だよ。みやびくんのツイッター見ればいいじゃん。走り込み1日目まず2キロ久しぶりでしんどいけど気持ちいい、プロテイン飲んでシャワー浴びて配信するぞっつってこの顔だから、ね、笑うだろ。びっくりするよ本当に。笑っちゃうな。あ、皆さんお茶爆お願いします。ツイキャスの皆さんお茶爆50お茶爆100よろしくお願いします。いや2キロ走ってどうやるんだよ、笑うよね本当。いやもう失笑レベルでしょ、失笑レベル。有酸素の後にプロテインとのも情弱すぎ。もういや分かんないでしょ、やってるアピールでしょ。だからもうにわかしかいないんだってあそこの放送。女騙せりゃいいんだよ、女子供騙してやっていきたいんでしょ。ありがとう、お茶爆ありがとうございます。豆乳で十分。おバカちゃんだよ、おバカちゃん。俺は前回は5キロ朝。わあ、お茶爆ありがとう、お茶爆ありがとう。次は勝てますかね、勝てますかねじゃないから、おっさんを引っ叩きに行くだけだから。俺の感覚では勝負じゃないから、俺の感覚じゃ試合じゃないの。おっさん殴ったら1万5000円あげるけどやるって言われたからやるって、勝つとか負けるとかやめて、恥ずかしいから。2キロ走ってプロテイン飲むおじさんをぶっ飛ばしに行くだけ。お茶爆100ありがとう、ありがとう。そう、試合じゃないから今回、ただの公開処刑、ありがとうお茶爆ありがとう。そう、おっさんぶん殴りに行くだけだから。最低5キロから10キロだね朝、その後トレーニング、オッケーオッケー、ボッコボコにしてくるよ。メイウェザー目線ではないよ、メイウェザー目線ではないよ。練習一切いかない、タバコもガンガン吸う。お茶爆50ありがとう、いい。しばきに行くんだよ。はいこんにちは、どうも。余裕でしょ余裕。ありがとね、たくさんお茶爆。ガッシガシに行こうぜ、ガッシガシに。もうファイトスタイルとか作戦とか練習とか今回一切ないから、そういうのは向こう側にやらせてやろうよ、そういうのは向こう側でやらせればいいじゃん。一切やらない、何もない、手加減なんてしない、もうただおっさんをしばきに行くだけです、それだけ。ありがとうお茶爆ありがとう、サンキュー。いじめないでって、いじめてるわけじゃないよ、いじめてないよ、いじめてない、いじめてない。対戦相手の紹介をしてるだけ。ありがとうお茶爆ありがとう、サンキュー。あのね、俺から言わせるとね、
みやびさんいつもすげえ衣装だけど対抗しないのって。おっさん殴りに行くのにガウン着る？ねえ、なんであの人さ、負ける試合のためにさ10万20万のガウン毎回買ってるの、バカでしょ。うん、死に衣装かな。おっさんぶん殴るのに衣装なんかいらないよ。だからさっき話してたんだよ、リスナーさんと。ニトリのバスローブでも羽織っていこうかって。ニトリのバスローブでも羽織ってねえ、モノマネしようかっつって。うん、いらないよガウンなんか。私服で行くよ、私服で。そのまんまでいいよ、うん、役者じゃねえんだから、うん、体重差相手80キロかな。俺が今73キロだから相当絞り込むかな、1ラウンド KO で勝った時のどれの解説聞きたい、ツイッターに残ってるよ、ツイッターにある、みやびさんのツイッターにあるよ。相手は80キロ、俺は73キロ、うん、ただ65キロぐらいで行きたいなと思ってるね。お茶爆ありがとう。そうそう、みやびさんのハイライトは入場シーンだけだから。これでしょ？これ。こればっかりだ。右のブロー。こればっかり毎回同じだ。俺今70超えてるね。少しは練習すればいいのに、例えばドレさんのコーチで。いらないよ、恥ずかしい。今回はだから試合じゃないんだって。今回は試合じゃないんだって。練習なんかいらないって。俺だって今でも多分ジャブとかパンチ切れてると思うよ。もう捨て頃からだいぶ時間経ってるけど。いいよ、もう去年と一昨年やった練習でいいじゃん。ボクシング今回。全然パンチ鈍ってないもん。余裕。本当に練習しない。一切練習しません今回。だからそれくらい余裕なんだって。余裕だよ、うん、エキシビジョンではないよ、勝敗あるから。エキシビジョンっていうのは勝敗なしだから、パフォーマンスって意味だから、うん、いや、カズンさん挨拶してよ、新年の挨拶してよ、仲悪くないよ、うん、筋トレもいらない。そう、チュートリアルだね。そうだね、ゲームでいうところのね、うん、もうそのまんまでいくから。そのまんまリングに上がってどれくらい弱いのかを見せてあげる。相手がどんだけ弱いのかっていうの、うん、そのまんま行って、そのまんま、うん、あ、いや、練習したら変わるよ実際。
じゃあ俺が言いたいのは、練習相手が必死こいて練習前に積み重ねて、こっちは余裕のよっちゃんでバチンって引っ張ったきゃいいんだよ、バチンってそれが面白いんじゃないの。うわマジかって、向こうの囲いが引くぐらい、えっ、って練習ワードをしてないのに、えっ、ってそれが面白くない。もうバチーンって引っ張ったきゃいいんだもん。そう、いや宮城ひどいよ、解放に電話、どれに電話、カズーンさんに電話だかんね、僕のこと応援してください、セコンドやってください、練習やってくださいって。俺何にもやってないもん、自爆で、いや練習しねえよってバチーンって引っ張ったくだけだから普段着で言って、いやしないしない、本当に練習しない、負けない、ありがとうね、ありがとう、負けないよ、練習しないスタイルはテルだけだね、毎回ね、テルとナオボーもあんまりしなかった、残り1ヶ月でやってたね。もう今回はもうほんとプラーといて、プラーとおっさんぶっ飛ばしていくから、パチンって引っ叩いて終わりだよ。まあテルそうだね、テル俺の時も練習してないから、いいんじゃん、スタイルはそれぞれで。そんなおっさんぶっ飛ばすのには走り込みとか恥ずかしいよ本当に。あ、どうなんだろうね、賞金出るのかどうか分かんない、ギャラしか契約書に書いてないから。テル出てほしかったね。だから3連続出場、俺とみやびとあとひかるくんかな、3人だけだね。うん、トイレ行ってくるわ。のんちゃん帰らなくて大丈夫？のんちゃん今日帰んないとダメだよ、電車。稲子ふわ配信者限定って飽きた、どういうこと、何ふわ配信者限定って、限定なんてないよ、前回もニコ生とかふわっちとかいっぱい出してるな、アンツイキャスとか、今回アウトサイダーの人出るよ、あと原田さんも出るし、全然たくさん出るよ。プロが出たらまずいだろうとは思ったけどガチでプロ出るからね。のんちゃんタバコ1本もらってもいい？のんちゃん、のんちゃん、タバコちょうだい1本。ありがとう。ん？どこだ？どこ？和道さん的に見どころの対戦なんですか？やっぱヒカルくん VS カズ軍曹と原田よしきさんと達彦の指定対決。のんちゃん投げちゃった。うん。何でもいいよ。まあ格闘家寄りになってきたよね今回ね。
格闘家より、うん、なんか知名度ある配信者よりも格闘家を優先して出してる気がすんな。どうなんだろうな。うん、鶴の神も出る。金馬さんできん。金馬さんはマジでできん。あの会場で、あのリングの上でおしっこしようとしたから。俺はでも鶴の神 VS KW レジデンスのドアが良かったかな。それが見たかったね。原田さんである絶対怪我するでしょ。プロ格闘家マッハ道場のマッハさんの内弟子のプロ格闘家の原田さんと鶴の神やばいでしょそれは。いや原田さんの腕とかガタイ知ってるから生で見たらビビるよ。骨格が違うんだもん。いやー原田さんとやるのは勇気あるよな。あんなモンスターと戦う気にならないもんね。ベロベロに酔っ払ってリングサイドでおしっこしようとして普通につまみ出された。だからあの新木場ファーストリング出禁になった。あのイベント的にオファーが無理じゃなくてもう会場借りられなくなっちゃって捨て頃ので、あの人出禁にするんだったら貸してあげるっていう、今回だけっていう。いや正直言っていい、光くんと軍曹の件、俺ほら両方とも何回もあのスパーリングやってるから分かるんだけど、はっきり言ってあのポテンシャル的には軍曹の方がはるかに上だよ。だ軍曹勝てるかなじゃないの、光くんが勝てるかなっていうのが正しい読み、うん、軍曹の方が上、うん、撮影はいつだろう、2月クランクアップかな。いや俺は光くんに勝ってほしいと思ってるけど、うん、光くんちょっと劣勢だよ。でも光くん酒もねタバコも断って今本気だから、いや強いよ。俺あの軍曹でやった時吹っ飛ばされたからね。めちゃめちゃそう格闘家体型なんだよ。俺リングアウトさせられたもんスパーリングで。うん、おいっすー。強いよ。楽しみ。あれは超見応えあると思うよ。膝合戦になると軍曹が勝ちそうだからくっついたらやばい。光るでもタッパが向こうあるから離れてもやばいんだよ。だからめちゃめちゃテクニックも必要だし、パワー負け、パワー向こう強いから、いや相当強いよ、うん、いや軍曹余裕で有利、73ぐらいだと思うよ。 6.5、4.5 か73ぐらいで軍曹有利。いやだから光るくんの試合が光ると思ってんの。うん、前とか全然違う。あのねカズンさんね、実はねキックボクシングもできるのこれめちゃめちゃすごいんだけど、キックボクシングのエキシビジョンとか何回も出てんの。だからキックもできるのカズさん。もちろんパンチ主体だけど膝蹴りとかも教えられるんだよね。だから天下男も教えてたよ。軍曹若いのもあるね。いや、ハンデなし。67号さん。ハンデなし。
ヒカルくん171か2ぐらい。俺よりちょい高いぐらいだね。だから軍曹の方が全然でかい。ヒカルくん俺と変わんないよ、多分。軍曹一回りでかいよ。そこまで差はないけど。で、あとバネがすごいんだよね。うん。いや、そう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 。ヒカルくんマジだよ。うん。ボクシンググローブは16オンスって言うんだけど、見る？実物。どれくらいのか。で使われるのと同じメーカーだね。これが同じメーカー同じサイズ。ヒカル君俺と変わんないね、うん、こんな感じ。これ久々つけたわ。うわー懐かしい。これ2万円。しかも刺繍まで入れてくれた感じ。ここに赤でこっちが和道って入ってて、刺繍で。ここね、ここに和道で、こっち側には漢字和道。すげえ粋でしょ。楽しみだね。かっこいいよね。これコブラの、コブラのマークの。ベヌムっていう。フランスのデザインかな。で、タイで製造してる。格闘技、総合格闘技のメーカーで、結構人気のブランド。これはね、本革。これは本革。しかもハンドメイドだね。ここにハンドメイドインタイランドって書いてある。いや、練習してなくて余裕だから、だから。ショートアッパーもあるし。イメトレ？イメトレはしてないかな。ハンドメイドでこの値段はお買い得だし、ドレさんも愛用してるメーカーで、あ、で、ベヌムのグローブすごくいいよって、10年持つよって、しかも作りがすごくいい。ここにグリップもあるし、
握り込むグリップまでついてる、本革で。親指も通気穴もついてるし、すごくいいよ作りが。シャドウしてないよ全然、ボクシングルールだっつの。いやだから右のオーバーハンドが来るから左のフックでかぶせようかなと思って、絶対これやってくるから、これその時にまあグッとパッてこう右でカウンターでこれ狙ってくるから、ジャブジャブのこうついてこう来るから、ワンステップ遅れるから、ジャブジャブ来たらパリパリパンってこう抜いて終わらせようかなっていう、それがまあパターン1、もう絶対やってくるから、癖だからあれ、パンパンパンってこう、セコンドにドレさんつけてください、花火爆投げします本当に、いやドレさんがやりたがんないんだよね、メイウェザーの L 字ってどの部分、え何 L 字って、メイウェザーの L 字って、フットワーク下手だもんあの人、まあドレさんから教わったらまあまあ 100% 勝てるだろうね、みやび、素手の人類最強木村さんじゃないの、日本人で言ったら中軽量級だったら木村さんじゃないの、俺はブロックとかガードがすごい褒められるかな、あこれ、あメイウェザーのこれはあのデトロイトスタイルっていうやつで、これでしょ、右のガード高めに上げてこれでしょ、これはあのデトロイトスタイルとかフリッカーって呼ばれてる、フリッカーっていうかフリッカー、ヒットマンスタイルってやつだね、こういうそのドレさんがよくやるやつ、これショルダーで顎カバーしながらこういう L 字、あれはガードではないよ、構えね、こう下からこうパンチを、そうだね、マシバがやってるスタイルだね、その辺はドレさんに聞いた方がいいよ、まあちょっとね、だからあのなんだっけ昔のさ、あのこうやって避ける人いるじゃん、あのなんだっけすげえ有名な世界チャンピオン、名前出てこないんだけど、あのスウェーバックとか多用する人、こういうあのスタイルも少し入ってるんだよね、あー独特だよね、いやメイウェザーの独特、ちょっとなんかこうもできるし、なんかすげえなーと思ったもん、マイク・タイソンはピーカブー、これこうこう振っていくっていう、こう入ってくの、キャオもまあ最強の一人だけど、ナジームハメドだ、ナジームハメドだ、アリじゃない、アリはもうフットワークすごい軽やかに、パッキャオ打たれ強いね、デンプシーロール出した方がいいの？ファっていう意味がわからないのは癖。俺もよくわかんない。俺もよくわかんないけど、もう癖がついちゃって抜けないんだよね。デンプシーロール
まあドレさんがやってくれるっていうならやってほしいけど、ドレさん毎回断るから、2年連続セコンド断られたから、もうさすがにドレさんに聞いてよ、それは和道のやってあげてよって。俺はいつでもやってほしいって頭下げてるけど、毎回説教されんだよ。2時間ぐらい電話で、いやドレさんって頼みがあるんだけどってさ、お前よ俺にもよいろいろあるだろうってに長いんだよ、長いの、うん、そっから配信論が挟むから、ドレさんの場合、うん、俺は別にドレさんにやってもらいたいってずっとお願いしてるから、うん、いや試しにじゃあ電話してみる、今めんどくさいよ、2時間ずっと喋られるよ、どういう説教が来るか聞いてみたい？めちゃくちゃ長くなるよ、2、3時間余裕でずっと説教されるんだよ、うん、まあ選手でいたいのか何なのか知らないけど、うん、いや説教かましてくるよ、うん、電話してみる、電話してみる、してみる、え、じゃあアイテムちょうだい、じゃあ花火くれたらドレさんに電話するよ、残り1分で、残り1分で花火くれたらドレさんにセコンドお願いして、俺の毎年味わってる裏側での気持ち見せてあげるよ、うん、いや長くなるよ本当に、起きてるかな、わかんないけど、誰かが花火投げてくれたら、いや俺もう、 ありがとうございます、花火いただいたんで延長します、じゃあドレさんに電話しようか、よいしょ、めんどくせえぞ、よいしょ、ドレさん、いや本当に長くなるよ、なんか格闘技論と配信論と、結論から言うとやらないっていうことなんだけど、電話出なかったらごめんね、出ないかな、寝てんじゃないの、出ない、出ない出ない、スノドレさんマジで話長いからね、出ないわドレさん、陰謀論多いよね、いや頭はいいよドレさん、ただね時々ね2チャンネラーみたいになるんだよドレさん基本2チャンネラーだからあの人、うん、出ないよ、ごめんね花火もらったのに、いやいやねえしょうがない、出ないから寝てるんでしょ多分疲れて、うん、まあまあまだ6月まで時間あるからさ、今度やってみようよ、100回電話するの、え、あと2発投げるか、あ、じゃあもう1回かけようか花火ありがとう、もう一回かけようか2回、いやーしつこいのは良くないから、これで1回ちょっとかけようね、もう一回かけてみようね、うん、即完売だね、毎年だいたい1時間で完売する、ローソンとかファミマ出ねえな、ねえ出ればよかったのにね、出ねえよ、出ねえよドレさん、出ない出ない、ごめんありがとね花火、あんまりしつこいと本当に切れちゃうからあの人、うん、いや本当に切れちゃうから、 LINE、 いやいやプライベートでだから、いやそれが嫌だっつうの、 LINE で要件伝えとくとかかってきて夜中に、配信外だよ、和道よ俺だってよ、あいろいろあるんだよとかありがとう、カニありがとう、なっつって
で配信論を語り出すの。金梅さんがどう、よっさんがどう、今後の配信会についてそして格闘技のメイウェザーと那須川天心戦について40分ぐらい語って、でいかにその業界っていうのが闇が深いのか、で軽くその映画論に入って、で今度そののりことはうまくやってるのかっていうお父さん目線のそののりこの話になり、であとはそのなんだろう、昨日話したのは、昨日1時間説教されたのは1時間半ぐらいか、税金についてだね。税金はどうやって払うのかっていうのが議題だったね。まあ基本的に俺はうーんとかへーとか、そうなんだって言ってるだけなんだけど、いやめちゃめちゃ面白いよ。配信外のドレさんはめちゃくちゃ面白いよ。一人でずっと喋ってて、のんちゃんが和道さんお腹すいたって聞こえ、もうあからさまにドレさんに言ってるのに、もう無視だからねドレさん、うん、そう、もう電話の合図でのりこお腹すいたの大きめにちょうだいって言って、和道さんお腹すいたよっつっても、いやでもよって言って、うんうん、そうそうそう、ドレさんは俺と組みたくないの、ドレさんは俺と組みたくないの、うん、基本的には毎回断る遠回しに。ただ俺は別に断られるのはいいんだけど、長いのが嫌なの。やらないよごめんって言えばいいのに、いかにやらないのか、なぜやらないのか、そして格闘技の世界はどうなっているのか、そして配信会の今後についてまたとか、もうどん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 世界が広がっていくから、うん、そう、いやだって花火もらっちゃったんだもん、うんうん、俺は格闘技ガッチガチにガード上げるスタイルだね、うん、ガッチガチにガード上げる、うん、忘年会から急に連絡取るようになった。ああまあそうだね、全然電話ねするようになったね。16歳のラムネちゃんを狙ってた55歳。いや面白かったよ忘年会。なんかおかしいなと思ったの。え、なんかまあドレさんと会って、あーどうもーって言って、でまあしばらく話して仲良くなって、いや和道よ16歳はまずいだろう、何の話だろうなと思ったけどスルーして、でまあ野田総理いるね、ぴょこたん先生いるねっつって乾杯って始まって、でずっとそわ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 してんの、なんか後ろチラチラ見ながら。でところでよ和道、16歳はまずいだろうって言い始めたから、何のことだろうと思って、え何16歳の子いるのっつったら、ああ、あそこにいるだろうって言ったから、あドレさんって、俺ら配信者いくらなんでもよっさんも分かってるし、お酒は飲ませないよって、ちゃんと時間通りに返すよっつったら、ああそうかって言って、まあお酒飲んでて、また酔っ払ってきたらドレさんが、ワード16歳はまずいだろう、なんかあったらどうすんだよってまだ言ってるの。さすがにスルーしようと思って、めんどくせえわと思ってシカトしてたら、ちょっとワード行ってくるわっつって16歳の子に挨拶に行ったの。そしたら相手にされなくてすげえしょんぼりして帰ってきたんだ。でその時に初めて気づいて、16歳まずいだろうって何のことを言ってるかっていうと、55歳と16歳がセックスしてオフパコとかになったらさすがにまずいだろうのまずいだろうだったの。勝手にお持ち帰りする脳内シミュレーションを一人で頭の中でしてて、いきなり出てくるのが、いや16歳とはまずいだろう、なんかあったらって言ってただけだったの。
すごいでしょ。くどきたかったの。だから相手にされたからしょぼーんって帰ってきて、それ以来言わなくなったの。16歳はまずいだろう。すごいでしょ。でその子リスナーさんにその話したら、え、ワドーって、あの子あの見た目超可愛いけど、あの性同一性障害で、あの子チンコついてる、あの生物学上は男の子なんだよっつって大爆笑した。もう何でもありだから、ドレさんは。いや、ずっと話してたよ。そう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 。びっくりした、ドレさん。まずいのはお前だって今だったら言いたいよね。まずいのはお前の方だよっていう。いけるとワンチャンありだと思ってる。そうそうそう、うん、いや面白いよね、うん、いやスケベだよね。いやまあなんか楽しそうだよ。なんか若くて可愛い女の子が大好き、漫画みたいな設定だよね本当に。55歳で格闘技を続けてて10代の女の子と夢を馳せる。サイバリオとかその辺のジャンルだからね。サイバリオ。うん、いや面白いよ。まあ愉快な仲間たちだから。普段そんな感じだよ。いやだから普段だって。今話してるのは普段の話だから。キビありがとう。かわいいおじさんだよ。どれもすごけりゃ囲いもすごい。ああま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 あ。うん。ドレさんのリスナー意外と金持ち多いんだよね。すげえ金持ってる人多いんだよね。金持ってる人多いんだけど花火投げないんだよね。なんでか知らないけど本当に金持ち多いよ。あそこのリスナーは金持ちすごい多い。ただなぜか花火投げない。ドレさんの生活サイクル知ってる知ってる、うん、今多分ね夕方起き、2時から、配信始めて、今多分1軒目のジム行こうかなって言って、どっかの枠、ロムってる感じだね。多分。今移動中か、1軒目のジム移動中か、シャワー浴びてっていう感じだと思うよ。ジム3軒、いや、じゃあ、ジム契約してるのが6軒なんだけど、3件ローテーションで行くのあの人。いやこの時間にそろそろ起き始めるぐらいで、リアトツほらあのオフ会とか何回か行ってるから俺が。いやあのね今起き始めたぐらい。要は朝の時間帯7時とかに寝るんだよ。枠が終わったら寝るの。そうでガーって寝て3時頃2時3時頃に起きて1軒目のジム2軒目のジム3軒目のジムで10時ぐらいに終わって全部のワークが、そこで仮眠を2時間取って夜中の2時とかから配信スタートみたいな、ジムは契約6件今減らしてると思うけどピークの時は6件契約しててで3件通ってる。ジムって言ってもあのこういう筋トレのジムも含めるよ。筋トレのジムが2件で、ムエタイの先生のジムでしょ、ボクシングのジムでしょ、で柔術のジムとあともう一個なんか総合のジム行ってるんだよね。ガタイすごいよ、うん、でまあローテ今3ぐらいに減らしてんのかな、うん、いや詳しいよ。
だからね、2軒目のジムで3軒目のジム行かない時とか、多分ね、1軒目のジム、筋トレのジムに行くんだよ、今から。経営者じゃないよ、ドルさんは。ジムは月謝、都内だと、六本木界隈だと1万5000円から2万ぐらい。で、多分なんだけど、ビギナーで行ってるんだと思う。3軒のジムは月謝払ってるけど、通いの3000円とかのやつで行ってるんだと思う。俺ね、実は鍛えたら筋肉増える体質ではあるの。それはね、友達がね、ジムで通ってて、それずっと言ってた。鍛えたら体バッキバキになるよって。そう。体質的には筋肉つきやすい体質ではある。うん。俺、そうなんだよね。なんか詳しくなっちゃうんだよね。収入源は配信であるでしょ、全然。花火100発とか全然飛んでるから。まあでも厳しいと思うよ。マンスリー先月俺より少なかったから。ドレさん今バキバキにしないよ。月決めが普通だね、ジムの契約は。だけど、1年間辞めない契約とか、ジムによって違くて、入会金とかあるの。だから、最初5万ぐらいかかるよ。あと、トレーニングの、その、機材揃えるのに、やっぱ5万ぐらいかかるから。だから、大変だったよ。捨て頃始めるとき、リスナーさんがグローブを送ってくれたり、助けてくれたけど。月決めが普通だね。でもその格闘技長くやってる人とかだったら分かるんだけど、その入門なんつうの、仮入門みたいなのがあるの。3000円か4000円払って2時間トレーニングできるとか。ファイターのドキュメンタリー、自分の練習を、あんま興味ないかな。あんまり興味ない。みやびさん筋肉量は確かに多いね。だけど、正直言うとあれは多分、バンプアップさせてるんだと思うの。こういう筋トレばっかりやってんの。こういう。だから腕は実際太いんだけど、正直言うと俺、カズーンさんに教わった筋トレはいらない理論が正しいと思ってんの。ドレさんも全く同じこと言ってて、格闘技って筋肉の量じゃないのよ、実は。それよりも反射神経とか体の軽さとかスタミナをつける方がはるかに重要で、そうそう、ビジターね。なんて言うんだろう、そのパワーはいらないんだよね、厳密に言うと。格闘技に、なんか分かるんだけど、パワーだパワーだって言いたいのは分かるんだけど、実はパワーじゃないんだよね。肩じゃない、胸筋の右の胸筋の靭帯を切ってんの。肩じゃない。なんで詳しいんだよ俺。ドレさんが切ったのはここの大胸筋の右かな。だから実はドレさん、あんま言っちゃダメかこれ、格闘家だからな。実はね、弱点があるんだよドレさん、圧倒的な。ゴールドジムいいね。まあ捨てられたけどね、カズンさんには。いや、めちゃめちゃ詳しいよ俺。ドレ通だからね。ドレの情報は一番持ってると思う、配信者の中で。まあガチ勢は結局ゴールドジム行くよね。ゴールドジムのそのなんつうんだろう、本気具合やばいもんね。あそこに通ってる勢が、一撃極真。みやびさんに分かんない、買収されたかどうか分かんないけど、なんで捨てられたの知らないよそんな。
やりたいようにやればいいじゃん。好きな人と組みゃいいじゃん。うん、そうそうそう。なあ、子供じゃないんだから。いいんじゃない、金もらったからでも何でも。コーチも熱いんだ。バカありがとう、バカ10個ありがとう。練習はしないですね。瞬発力を鍛える。今日ムカムカしてたんだ。なんで俺の試合 YouTube で見てスッキリしましたと。俺が殴られてる試合じゃねえかよなんでお前スッキリしてんだよ。俺が殴られてダウンしてんの見ておかしいだろ。俺練習やらないよ今回。一切やらない。ノー練習です。ノー練習、一切の練習を断ちます。いや、やらない、もう決めたから。一切練習しません。はい、俺はだって関西勢嫌いだもん。バッチバチの感動だよ。ダセんだよ大阪の男とか、品がない、もうゴリゴリのゴリゴリの、いや練習しない、行かない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 、練習一切しない。品がない、スタイリッシュじゃないよね。女の子はいいんだけど、関西弁の女の子は。大阪の大阪の関西弁の男で品があるやつ見たことない、すぐ巻き舌になる。嫌うね。面白くもないしかっこよくもないね。お前大阪の男が面白くてかっこいいと思ってんの。東京に出向してきたり東京に転校してきた大阪人見せてやるよ。標準語使ってるから。だっせ。そういうとこは嫌いなのよ。地元で生きがったり地元の時だけゴリゴリの関西弁で普通に東京人みたいな振る舞いしてるから大嫌いなんだよ大阪の男。まあ、あの厳密に言うと俺東京の人間じゃなくて千葉県民だけどねルーツは。そこだけあのなんか東京の人だと思われてるから、あの俺はルーツは成田だから、あの東京人ではないからね。住んでるのが新宿なだけであって、はい、ワドツ明けましておめでとう、いい年にしましょう。
まあ達彦はちょっといいやつだけど、うん、100超えてないよ、収入でしょ、うん、いや勝ったら何でも言えるからとかじゃないから、俺配信者だから、うん、別に好き勝手言うよ、好き勝手言うよ、俺は別に俺ファイターじゃねえから。京都とか兵庫の、京都の人は品がある。兵庫とかは全然いい。奈良とかもいい。大阪の、大阪弁だけが嫌いな。大阪の男が大嫌いな、俺。うん。うん。で、辰彦は例外。辰彦だけじゃない？うん。うん。成田とか言われてもどこだよって。岡山と成田、どっちが有名かってさ、成田だかんね。うん。岡山県、の GDP と成田の GDP、 成田の方がでかいからね。ブナは立川だから、わかんない、嫌いだから、うん、辰彦は特例、辰彦めっちゃいいやつだから。おいちゃんは立川だっつってんの。あんな典型的な、典型的な、あの立川県民でしょ。うん、売り上げと収入は違う、あまりあなたの売り上げには興味ないが、営業利益の話、俺の収入が知りたいの？ないない。100なんか超えるわけないじゃん、うん、いや茨城はひどいぞ、京都の方が全然格式高いよ。、うん、大阪だけはね、あのもう治外法権っていうか大阪民国だからね、あそこなんか日本のルール、日本の法律が適用されてるとは俺は思ってないから。そう、大阪民国だよね。ちなみに大阪の女の子は好きだからね。何なんだろう、なんで大阪の人嫌いなんだろう俺。一言で言うと下品だからだよね。大阪は別、本当に、うん、辰彦の子供もう1歳か、早っ、いや余裕で原田さんじゃん、余裕で原田さんだよ。ただ辰彦強いよ、ワンチャンあるかなと思ってるけど、うん、酒で仲間や家族に迷惑かける込み、まあそれは辰彦個人の問題だから、俺は辰彦大好きだよ。まあでもあいつ偉いと思うよ、あの裏稼業でゴリゴリ100、200、300稼いでたのに、家族のために堅気な仕事始めて、うん、俺はそういうところ好きだけどね、腐らないでほしいかな。俺の子供は何歳？俺子供いないよ。成田は寺では働いてない。空港。空港だね。もう、ほぼ空港か、空港関連の貨物会社とか。いや、ガチでやらなきゃダメでしょ。ガチでやらなかったら両方とも引け目感じるでしょ。朝比奈はふわっちの深田恭子だから、朝比奈ちゃんをディスんのやめて。いや原田さんのブランド落ちたよね、
なんか FX 配信始めたり焼きそば始めたり、俺もうすげえ原田さんそれないわって思ってる部分が、なんかプロ格闘家のポジションでたまに配信やるぐらいがかっこよかったのに、ただのクソみてえな配信者と同レベルになっちゃって、なんかプロ格闘家としての威厳がなくなっちゃったっていう、それあるよね。なんか原田さんにはかっこいい、そのプロとしての格闘家ポジション守ってほしかったのに、なんかただの配信者みたいになっちゃったんだよね。あー、いやいや、成田今月めちゃめちゃ多いよ。同級生ハーフばっかりだもん。闇を感じるんじゃなくて空港が近いから、そういう国際都市だから一応。いや、俺朝比奈会ったことあるよ。お父さん出して花火こじるとか、もうちょっと悲しいよ俺、原田さんのあれ見てると。だからね、あの染まっていったんだよただの配信者になっちゃったから片輪の親父とか言うんじゃない。おい、ちょっと言い過ぎだよお前、201号。片輪の親父を晒して小敷やってるとか、お前それは言い過ぎだぞお前、訴えられるぞ原田さんに。片輪の親父はお前言い過ぎだよ、いくらなんでも。それはダメだよ。いやー、原田さんのブランドは落ちちゃったよね。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。楽しかったです。みやびボッコボコにするんでよろしく。お疲れ様です。みやびしっかり練習しろよ、負けっかんなお前。151号さん、あの親父面白いよな。キツネ177号さん、原田は何やってもプロ三流。キツネ204号さんはドツ。キツネ194号さん、朝比奈が捨て頃出たら打ちのめしてやる。キツネ62号さん、原田弱いべ。キツネ198号さん、いいねを7個プレゼントしました。キツネ6号さんは、でも原田さんがプロの凄さ6月に見せてくれる。キツネ168号さん、おつわど。キツネ181号さん、バカだ、かずみちわら。キツネ177号さん、原田ディスナイス。